どうも藤森チャンネルです。何なんだよこの終わってすぐ藤森チャンネルですってつながる感じ。なんだよ。なんか今山さんのチャンネルで結婚のご報告させてもらったんですけど、なんか、うん、その最初イチャモンつけられて、でまあ最終的にはわだかまりもなくなって、うん、でまあこれからもよろしくお願いしますっていう、なんかいい着地した感じに思えたんですけど、まあいい着地ガッチリ握手で終わったでしょ。いやいやいや違うんですよ。それでなんかもう終わって帰ろうとしたから、それ急遽今、まあ、緊急動画ですこれ。緊急動画がいやいや、なんで帰ろうとしたんですか。いやいや、いやもうだって私は今日この後妻が待ってますから、はい、あなたも妻が待ってるわけでしょ。いやそれ待ってますけど、別に今日はもうこれ今山さんと撮るからって言って、うん、何時まででも今日は撮るよと、そういうつもりで言ってきてますから。ああじゃあそのついでにお家まで行っても全然いいですよ。藤森チャンネルだったら全然行けるでしょ。いや言えばまあダメなんですけど、なんでそんなに嫌、ダメダメ言うんだよ。いやいや、いいから早く、結婚のお祝いはありがたいんですけど、うん、そのお祝いしてるよ、あれほら、いや、言葉だけじゃなくて、おい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 藤森さん、ここで、なんかこの藤森チャンネル、この、これで祝儀をくれって言うのか。そんなのあんな、この今ご時点、こんな自分で本当に言うことじゃないですけど、俺も今まで一度もね、そんな後輩も先輩見たことないけど、いや祝儀くださいや。私は昨日用意してたんです。昨日用意してましたけど、昨日の予定を僕が間違えていけなかったからって言って、そうでしょ。なんで今日になったらもうあげへん。いやもう気が変わったんですよ今日は。もう本当に、もう変わっちゃったんだ。こっちはね、別にこんな言いたくないですけど、結婚した時も家に行って、ね、結婚祝い渡したし、はい、結婚式の日もね、うん、あれに入れて、はいはい、結婚祝い渡しとるんですわ。ああ確かにね。ああそういうことか。もうこれ後輩にはビタイチ、ビタイチ先輩だ、ビタイチ先輩、ビタイチ先輩呼ばせてもらいます。ああいいでしょ、あなた方がビタイチ先輩だろうなんだろう、ああ言ってください、はい、ビタイチ先輩というふうに今後言われても、私はもう本当に激おこぷんぷん丸になったんですから。あ古いそれもまた激おこぷんぷん丸、ぷんぷん丸になってしまった、あなたのせいでね、あなたが昨日ああいうふうな、そう言ったらもう、はい、受け入れてそのまま本当にふわっと終わらせようとするのもずるいですよ。そうですか。え？ああそうですか。しょうがないでしょ。だってあなたがそういう風にしたんですから。あなたがそういう風に育ったんです。あなたが先輩を育てたんです。どういう？あなたの育て方が悪いんです。先輩の。いや先輩のじゃなくて。はい。もはや。はい。先輩の育て方が悪いんです。だからこういう先輩になっていくんです。あなたの振る舞いが悪いから。聞いたことない日本語なんです。先輩の育て方が悪いんです。いやその通りですよ。何がですか本当に。もうちょっといい育て方があったんじゃないですか。今まであったんですか。後輩のことをお祝いしない淳さん、ええ、遠藤さん、はあ、ペナルティさん、庄司さん、ええ、いろんな後輩いらっしゃいますよね。はいはい。それでお祝いしなかった後輩っていたんですか。あなたからです。あなたからです。もう僕で最後ですよ。あなたから、あなたからの手紙です。山さんの抱えてる後輩、大学一番下ですよ、もう。もっと いるはずです。いないですよ、あれ、ニューヨークとか鬼越はあれ、後輩じゃないですよ、もう。でも、後輩だって言ってくれる。違います、あれは、ボランティアでやってくれてるんですよ。ボランティア！彼らは。ボランティア！優しさで。はぁ、ボランティア。後輩だと思ってついてきてるの、僕までです。ボランティアかどうか確認してきますよ。じゃあもうあれ以降の後輩はもうそれは正直何とも思ってないです。そうですか、ええ、寂しい限りですね。わ、ええ、かりましたよ。あいいんですね。いやいやいいんですよ。嘘ですよ、冗談ですよ。そんなね、なんか先輩からこうカツアゲするようなご祝儀僕ももういただきたくないです。もう私もそれで、後味はあれ こんなにいただけないですし。いやいや、これも
いや、山さん。まだあなたのね、フィアンセ。はい。いや、まあ、もう今、妻。妻ね。はい。妻。お名前もまだ存じ上げておりませんが、よろしくお伝えください。いや、ちょっとしこり残りますから。いや、お名前はもちろん今すぐにでも伝えますけど、うん、カメラ止まったら。あ、そこも、あ、そうなんだ、そういうあれだ。まあまあ一般の女性なんで、はい、名前とかは公表してないんで。あ、そうです、はい、じゃあ藤子ちゃんでいいですね。藤子ちゃんで、藤森藤子でいいですね。藤森藤子で、はい、あ、じゃあ藤子ちゃんにお伝えください。山本からのご祝儀は20万円だったと。金額ある。コーリーさん、コーリーさん、証人になってください。はい、すいません、ちょっと証人、すいません、あ、あのジャピオンのコーリーさん連れてきました。私ね、今これ藤森さんの、 チャンネルなんですけど、あの藤森さんご結婚されて、私今藤森さんに20万円のご祝儀今渡すところなんで、これ受け取ってもらうようね、あなた、はい、はい、ちゃんと。いや、なんかちょっといただきづらいなっていうか、そのこういう感じで言われてる。なんか元々、まあ、軍団山本であってね。いや、そうそう、こういうの。あなたはちょっとまだデニムのスーツを作るタイミングがちょうどなかったんで、申し訳ない。かっこいいなと思って見てました。はい。だけど藤森さんいなかったんです、本当に。はい。はい、ちょっと、生々しいですけど。しょうがない。だからこういう話しか、はい、私不器用ですから。わかりました。私不器用ですから。あ、確かに20万。はい。高倉健さん。確認しました。いやいや、不器用ですから。なんか、最初渋ってましたから。え、それはちょっと渋ってないわ。無理だみたいなこと言うから、俺はもう20万やろうと思ってたっつって、昨日だったら、そしたらなんで渡さないのでこいつが言いやがったから、お前渡さすでしょうね、持ってけ。おお、じゃあ少なくするな、ハーフでええんか。ハーフってどういうこと。ご祝儀ハーフってあんま聞いたことない。ハーフでええやったら、ハーフそれな、フルかハーフでええやったら2で割れるからっつったら、まあ19でしょうか。いや、まあ確かになんかあんまり、ね、2で割れたらいけんっていうけど、19でしたら確かに。1はどうするんですか、それ。あれ俺で増やすわ、また俺なんかで増やした金なんですよ。違うわ、もらえねえっすわ。増やしたんじゃない、これだ、お前。ああ、本当ご結婚おめでとう。すいません、ありがとうございます。はい、受け取ったー。ちょっとこれこんな金額もらえ、本当ちょっと多すぎますよ。俺もいい、俺は正直やめたら多すぎますって。多すぎますってつって、ここで下げるような俺だと思ってるか。それはもちろん絶対そんなことないんですよ。もっと欲しいんだ。いやいないんだ本当にいない。もうこれただでさえもう多すぎるし、でもこれを出していただいたら、もうこれは全部いただきます。ありがとうございます。すまんな、裸で。とんでもないです、覚悟してこれ。すまんの、裸での。こうやってお札入れてる先輩久々に見ました。それはまあ周りからもよう言われるけど、わしはもうそういうやり方しかできんのじゃん、はい、芸人なんて出る人いる、数年しかこの入れ方してる人見たことなかったですけど、わしは毎年じゃん。久々に見ました。実弾、実弾。すみません、これはいただきます。うん、はい、な、じゃあこれでちょっと何かまた、うん、藤森チャンネルで、うん、やらせて、今でも山さん の、 あの額縁と結婚式の、うん、あのいただいたあのひらひらの、うん、あれ家の廊下に飾ってるんですよ。ほんまやな。はい、これはもう本当に奥さんに確認してもらってもいいですけども、それはあのじゃあ写真に撮って、はい、インスタに上げてください。わかりました。ストーリーから。はい。ストーリーだったら消えるでしょ、24時間で。そうですね。はい。消えるんで、じゃあストーリーします。あんまりないだろ。これしとけ、これお前。だから寒いんだ、あの写真、おい。これはほんま、うちのミキが言ってたわ。藤森さん、これは面白いね。いいでしょうが。あれ、最高に面白いでしょうが。藤森さん、この写真、笑ったっつったら、いい、藤森さん面白い写真あるよって言うから、どれどれって言ったら、これ私好き。いいじゃないの、芸人なんだから。ああ面白いって言ってもらえて、最高ですよ。とにかく、はい、あ
ありがとうございます。いやいや、あの本当お幸せに、ずっと気にかけていただいていた、うん、あの私も後輩、本当にもう15年も離れてる後輩ですけれども、いやいや、離れてる、あれはもう関係ない、結婚したのが2年違いって言ったら、本当ですね、俺は22年、あとは24年、はい、ね、また今後とも家族ぐるみのお付き合いさせてください。はい、おめでとう、ありがとうございます。ということで、山本さんに無事結婚報告することができました。ちょっと本当にこのあのすごい金額、これぞやっぱ芸人かっこいい、ありがとうございます。どうもご視聴いただきます。ようこそフィレッジへ。